ここ。さあ、いるか。だいぶ下まで来たみたいね。あや。最悪なやつと一緒か。それはお互い様でしょ。なんならここでさっきの続きを。それよりもサーヤちゃん、妹たちを探すのが先じゃないの。カギだ。そうだ、サーヤはどこに。あとお前呼び捨て。決まりね。それじゃあ急ぎましょう。カグラ。もしもし、応答して。まあ、あんのか。やっとつながった。すごい音がしてたけど何かあったの。サーヤのやつが引っかかってきて、その後変なやつが現れて。わけわかんねえ。とりあえずアヤと一緒なのね。カグラ、怪我をしてるなら四角ボタンと×ボタンを同時に押せばブラッドリカバリーで回復できるわ。早く回復しときなさいよ。途中で倒れても置いていくわよ。うっせ、誰だってみんな助けつもりだよ。自己管理ほんと便利な体ね。でも私はいらないわ。注意怠慢に。この調子でどんどん行かせてもらう。何ね、やんねえ。結界に閉じ込められたみたいね。周囲の敵を倒せば一緒に消滅するはずよ。キャーキャー逃げ回られなくて助かるぜ。閉じ込めて追い詰められたらこちらさんついてね。そうそう、三角ボタンと丸ボタンの同時押しで強力な技が出せるわ。エクスタシーコンビネーション、エクスタシーゲージが溜まっていれば繰り出せるわよ。試してみて。よーくい。わかるって暴れやんよ。腕が濡れたってことにしておこう。私に聞かないでくれる。私だってこんな場所初めてよ。サラちゃん全然頼りになんねえな。サーヤならこんな時ちゃんと。面倒聞けよ。ウィグアに体が温まってきた。恨むなよ。どこを見てる。どこを見てる。沈める。ノロマが恨むなよ。
城の地下にこんな空間があったなんて。結構な広さよ、ここ。この広さならどんなペットでも飼えるな。ちょっと、いくらなんでもこの広さじゃ持て余すわよ。そんな大きなペットがいるわけ。一瞬で笑い、恨むなよ。モグラ、まさかこの地下通路もこいつら。地面に潜られたら厄介だろ。潜る前に何とかしないと。本気で探す。みたいなことしてるからよ。言っておくけど、助ける義理は。ああ、もう。それ以上はダメだってば。何？何なの？回復したんじゃないの？なんだ？これ、体がちぎれそうだ。カグラ！こんなところでくたばるわけには。それがあんたの本当の姿なの？そうかそうか、マヤの血が私の体に入ってなんだか最高の気分だ。ヘイモー、タイムトゥリベンジ。崩すんだよ。出口がないなら作るのみ。